皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢弘之です。どうも、久しぶりの動画の投稿になりました。ちょっと忙しかったんですよ。はい、本日は久しぶりの、撮影ハウトゥーになります。比較名合成って皆さんご存知でしょうか。こういう写真ですね。成形写真でこう星を軌跡にして表現するという撮影方法になります。成形写真、まあ星空の写真って月が出ていたら撮れないよとか、まあ、月が明るすぎて星が消えちゃうからですよね。あとはその街中、街灯の多いところだとやっぱりあの星の映る数が減ってあんまり撮れないよっていう、そういうイメージがあると思うんですけど、この星を線にして軌跡にして撮影する表現する方法っていうのは、月が出てても街中からでも撮れるんですよ。まあ晴れてさえいればですね。だから言ってしまえば家の前からベランダから撮れちゃうっていうことなんですね。家の前からでも星空が楽しめるっていう、まあそういう撮影テクニック、撮影方法をご紹介したいと思います。それでは本日も行ってみましょう。基本的に撮影に必要なものは三脚、それからカメラとレンズ、この3つがあればできます。同じ構図で何枚も写真もこう撮っていきます。そうすると構図が同じですから基本的には明るさとか変わらないわけですよね。ただ地球が自転してますので星空だけがこう動いていくということになってきます。でそうして撮った100枚ぐらいの写真をこう比較してですね、明るさが変わったところを採用するので、星空が動いた分だけこう線になっていくっていうのが比較名合成です。なのでこう何枚撮影したっていうよりも何分何時間撮影しましたかっていうのがその星の線の長さに現れてくるということになります。この比較名合成はもうすでにカメラの中にこの星を線にするっていう機能がですね、実装されているものが結構販売されているんですね。私が今持っているものの中で言うと、例えば自分の記憶だとですね、一番最初にこの比較名合成の機能をカメラの中に入れちゃったのがリコーさん、ペンタックスさんですね。私これ GR を愛用してますけども、まあ、こうやってですね GR にこれワイコンをつけてるんですね。これで私だいぶ比較名合成の写真撮りましたけど、この GR ですとか、あとこっちにあるオリンパスのカメラですね。オリンパスのカメラにもカメラ内で比較名合成をしてくれるという機能がついてます。で今自分の知る限り、記憶が間違ってなければ、ニコン、キャノン、富士フィルムの一部の機種はこのカメラの中に比較名合成の機能が入っていないです。じゃあそういうカメラをどうすればいいかというと、撮影はカメラで撮るんですけど、その後の処理、比較名合成っていう処理をパソコンの中で行うっていうのが、一般的なやり方です。まあ、カメラの中でできるとやっぱりそれはそれで便利なんですけど、後々それをタイムラプスに応用したりとか画像処理を加えたりとか、後々のことを考えるとパソコンで処理する方がメリットがあるんじゃないかなっていうことで、今日はその撮影したデータをパソコンで処理するっていう一連の流れをお見せしたいと思います。でカメラに選んだのは、まずこの富士フィルムの XS10 ですね。富士フィルムさん、一部の機種に比較名合成が入ってます。ライトトレイルっていう機能なんですけど、このカメラに入ってません。なので、これ富士フィルムのこの XS10 ね、最近出て、使ってる方も多いと思いますので、このカメラで比較名合成をするにはどうすればいいのかということと、あとレンズはですね、このレンズ、サムヤンの 8mm の F2.8 っていうレンズですね。これ魚眼レンズになります。成形写真を撮るときに最初に何買ったらいいですかって聞かれたら、私迷わず魚眼レンズ買いなさいって言います。で富士フィルムの場合だと純正で魚眼レンズがないので、おすすめのレンズがこのサムヤンの 8mm の F2.8 なんです。これすごくいいレンズなので、これを使いたいと思います。まあ今日はですね、撮影の場所がベランダでやりますので、私の家のベランダってね、結構視界が狭いんですよ。だから広く撮るためには、この魚眼レンズを使ってですね、広めに撮るっていうことがいいかなと思うので、この
サムヤンの 8mm フィッシュアイと XS10 を使って撮影をお見せしたいと思います。そして三脚はですね、こっちをこれを使います。これがベルボンさんのシェルパ6453っていう型番の三脚ですね。これ1万5000円ぐらいの三脚なんです。だいたいこのぐらいの三脚から星が取れるぐらいの頑丈さが出てきますんで、じゃあこの3点セットを使って実際に撮影するところをお見せしたいんですが、その前に、比較明合成の撮影をするときにやっておいた方がいいカメラの設定っていうのがありますんで、それをご説明いたします。これ今液晶カメラの液晶画面をここに投影します。で、最初にやった方がいい設定をご説明しますね。上のダイヤルを回して、マニュアル設定にします。で、ここはこう飛ばしていってですね、ホワイトバランスなんですけど、固定で撮影してください。このカメラの場合おすすめは蛍光灯3番かな、まあ、これが一番、まあ、ほどほどのいい色が出ると思います。まあ、この辺のホワイトバランスに関しては、まあ、何枚か試し撮りをして自分の好きな色を決めてください。それから、シャープネス、-4、これは、ノイズがシャープになっちゃうんですよね。だから、そのノイズのシャープネスを切るために一番弱い状態にします。はい、じゃあぼやぼやになっちゃうんじゃないですかって思うかもしれないですけど、次の設定ですね、高感度ノイズ低減、これを一番低くすることで、シャープに映るようになります。これもこう高くするとですね、こうノイズをこう消しゴムで削ったようなですね、ノイズの処理の仕方をするもんでぼやぼやしちゃうんですね。で、星の撮影の場合はこれ一番低い状態にします。はい、でここが大事です。超妙ノイズ低減ですね、これはオフにします。これはオンにすると、例えば5秒露出をしたとしたら5秒かけてノイズを取るっていうやつなんですよ。つまり1枚写真撮ったら必ず5秒のインターバルが発生するっていうことですね。だからその5秒撮らない間に星って動いてますから、後で比較明合成で線にした時に点線になっちゃうんですよ。その写真を撮ってない空間が出ちゃうんですね。だから、可能な限り短いインターバルタイムで撮影して星をこう綺麗に線につなげるために、この超妙ノイズ低減はオフにします。フォーカスモードは必ずマニュアルフォーカスにします。はい、途中でなんかオートフォーカスがこう動いちゃってシャッターが切れないとか、あるいはピントがずれるっていうことがあります。このフォーカスモードはマニュアルフォーカスにしてください。 MF アシストはスタンダードにしておいて、フォーカスピーキングとかは使わないようにしてください。これですね、後でピントを合わせた時に、撮影の時にピントを合わせる時に、液晶の画面にちらちらとノイズが出るんですが、それにそのノイズにですね、フォーカスピーキングがかかっちゃってどれが星なのか分かんないっていう状態になりますんで、ピーキングはオフにしておきましょう。ですね、ブレモーシーモードは必ずオフにします。これオンにしているとブレます。はい、すごい悲しいです。それからシャッター方式は、電子シャッターにしておきましょう。これはメカニカルシャッターにしておくとシャッターがガシャガシャって動くんですけど、そうするとね、シャッターが摩耗しちゃってもったいないんですよ、たくさん写真を撮るので。で、電子シャッターにしておけばシャッターの摩耗が少ないです。速攻方式は中央充填速攻でいいと思います。はい、で、あとは実際撮影するときはこう撮影設定をあらかた決めたらですね、インターバル撮影設定っていうところに行って、で、ここを撮影間隔を1秒にします。1秒後にもう撮影を始めるということですね。15秒露出をしたら1秒休んで15秒、1秒休んで15秒というふうに、まあ連射ですよね、スローシャッターの連射をすることになります。で、撮影枚数は、1時間撮りたいなと思ったら、自分の場合はまあこの無限マークにしておいて、あ、そろそろいいかなって時に止めに行くっていう感じでやりますね、やってます。あとは大丈夫ですね。あとはね、もう一個あったな。ですね、表示設定から、LCD の明るさ、これを一番暗くしておくといいです。暗いところで撮影を、まあ、ベランダといえどもそこそこ暗いので液晶モニターがね、明るくて目が痛いんですよ。だからこの液晶モニターの明るさを一番低い状態にしておいて、
この画面のカスタマイズですね。この画面のカスタマイズから、まずこの電子水準器には必ずチェックを入れましょう。それからまあヒストグラムもチェックを入れておきます。まあこんなところかな。でこのカメラの設定は一応以上ですね。まあ、撮影セッティングの時はまあこうやってあのパン棒を逆に設定するとです、上向けるので反対に設置しておいた方がいいです。でピントはですね、このレンズ、マニュアルレンズになりますので、だいたいこの無限マークに設定をしておくとほぼね星空にピント出てます。オートフォーカスのレンズはオーバーインフって言うんですけど、この無限マークの指標に合わせても星空のピント、無限遠のピントは出ないんですけど、マニュアルフォーカスのレンズっていうのはだいたいこれで無限遠のマークが出るので、まあ、魚眼レンズですごくワイドなの でそこまでシビアにピント合わせる必要はないかなと思います。じゃあこれで実際撮影に行ってみたいと思います。であとはね、どういう風に露出を設定するのかっていうのは実際撮影するところをお見せしながら行きたいと思います。それじゃあ、撮影に行ってみましょうか。